ビットコインの反省会へようこそ今日はですね、えー、アメリカの最近の動きがすごい活発になってきているということでアメリカの最近の動きと、えー、それらがビットコイン暗号通貨あとはリブラーの話がすごく最近多いので、まあ、それらにどういう影響をするのかみたいな話をしていこうと思います、まあ、正直に言うとこういう話自分別にそこまで好きでも専門でも全然ないんですけど結構やはり影響があるのは間違いなくて重要になってくると思うので、まあ、一応自分の考えを ちょっと述べておきますで、まあ、最近の動きだったりとかこういう影響がビットコインにありそうだよねとか、えー、っていうのはビットコイン研究所の方とかでも書いていてです、ねまあ、そっちの方で何かこう自分の考えが変わったりだったりとか新しい動きがあったらアップデートしていこうと思うので興味のある人はぜひそちらを見てみてください今日はです、ねまあ、ここ1週間くらいの動きをだーってまとめて話していって、まあ、バックグラウンドを説明できればいいかなと思います。はい ではね、えーまあ、これを聞いている人たちだったら大体もう分かっていると思うんですけどここ1週間くらいで、えーまあ、アメリカの政治家だったりとか、えーよまあ、重要な人たちですね要は、えー、フェデラル・リザーブ、フェット、まあアメリカの中央銀行の議長が発言をしたりだったりとかトランプ大統領が発言をしたりとかリブラの公聴会もあったりとかいろいろあったので少しまとめますまずですね7月の11日ちょうど1週間ちょっと前ですね にフェットの議長の人がビットコインとリブラについて発言をしていてリブラは問題がまあ多いよとでビットコインはデジタルゴールドみたいなものだけど基本的には投機のもので誰にも使われていないっていうような発言をしましたで彼はだからリブラにもビットコインにも比較的ネガティブな発言をしたってことですねでトランプがその後にですね同じ日なんですけどツイッターでいきなりこうツイートをしましたと でそれもかなり面白しろくて、えーまあ、簡単に言うと、まあ、ビットコインは空気からできているもので価値はないと、で、リブラも、まあ、あんなのは信頼できないと、やっぱドルが最強だぞと、USA みたいな話をするわけですね、ツイッターで。で、まあ、トランプがいろいろツイッターで問題発言したりするのはもう有名ですけど、今までそのビットコインだったりとか暗号通貨全般に言及したことはなかったので、まあ、いきなりこういう発言をしてきたと、まあ、釘を刺す感じですかね、まあ、ドルだよと、これからもみたいな。 でそのにまに、まあ、それを受けてかわからないですけど、えー財務長官のえー、アメリカの財務長官の人が、まあ、ビットコインは違法行為に使われるということと、あとはリブラは、まあ、同じような話なんですけど、えー、AML、アンチマネーロンダリングだったりとか、まあ、いろんなところで問題があって、暗号通貨自体がその国家保証問題になり得る、まあ、大きな問題だよっていうような発言をしています。 全体として共通しているのは、やっぱりかなりネガティブな発言が目立ったってところですね。でアメリカって今までもうこういう公聴会だったりとか、えー、発言がちょこちょこあったんですけど、ここまで具体的にかつ明確に反対の姿勢を示したりとか懸念をしたりということは今までそこまでなかったと思うので、まあ、ここでいきなり動いたってことですね。はい、でその直後に、ですね、えー、まだ2、3日前ですか、もうなんかだいぶ前の気もしますけど、えー、Facebook のリブラの公聴会。 がありま,したまあ議会から、えー、Facebook のリブラの担当者の人がこう呼び出されていろいろ質問されるって感じなんですけど、まあ、これ見た人もいるかもしれないですし自分も一応ライブでちょっと見てたんですけどあとはまあ記事もいろいろ出てますけどえなかなか面白いところがあってですね、まあ、とりあえず Facebook 嫌われてるなっていうのがまず第一点嫌われてるし信頼されてないなといろいろ質問されていくわけですけどその、まあ、ボロクソに言われるわけですよ簡単に言うと。 うん、なんでフェイスブックを信頼できるんだとお前こういうことするんじゃないかみたいなめちゃくちゃこう言われるわけですねあとはこれ面白いのが日本とはちょっと違うと思うんですけどまあフェイスブックってアメリカでは今もう結構嫌われている会社の一つなのでプライバシーどうなってるんだとちゃんとユーザーのプライバシーだったりとか守るのかっていうのをかなり追求されていてそれに対してデイビッド・マルコスっていう担当の人がですね、えー、まああの、まあ、基本的には大丈夫ですよってポジトークを続けるんですけど えー、心配しなくていいですととかって言うんだけど、まあ、それを永遠にこうぐちぐちどうやるんだどうなってんだ、うん、お前に本当にお前らにその通貨を発行する資格なんてないみたいなこと言われるわけですねとかあとザッカーバーグが顔出せよと何でお前が来てんだと <laughs> とか言われたりとか、えー、でマルコスさんはですね基本的にまあホワイトペーパーとかに書いてあるように、まあ金まあ、ファイナンシャルインクルージョンが目的で,であとはあのフェイスブック がやり玉に挙げられれてるけどこれはまあアソシシエーションスイスに存在するリブラ・アソシエーションいろんな企業群がまあまあ分散的にというかまあ複数の企業で運営しているものなので我々はそのうちの1プレイヤーにしか過ぎないみたいなことをずっと言うんですけどまあ全くそれを信じられていないみたいな感じでえまあ興味がある人はあ。のー ヒアリングの内容をまとめる記事とかがたくさん出ているので、ちょっとそのディスクリプションに貼っておきます。では、えーまあ、それが起きたことなんですけど、まあ、全体的な印象と今後自分がどうなるのかなと考えているという、そういう感じの話をしますけど、まず一つにですね、まあ、今回の公聴会とかも含めてなんですけど、まあ、リブラ本当にローンチできるか結構怪しいよねっていうところが、一つ明確にありますよね。 でこれはまあ見た人だったらまあ同じような印象をみんな受けると思うんですけどでこれは、ですねただ自分この前アメリカに関する動画を上げましたけどアメリカに行ったときもみんなまあこの話をしていて、まあ、ロンチそもそもできないよって話をしてたんですよで日本だとなんか結構ポジティブに好意的に捉えてる人もまあなんとなく多かったような気がするんですけどで、まあ、だからロンチで、本当にできるのか,どうかちょっと怪しいってところとできたとしてもかなり時間かかる。この来年の 前半にローンチするよとか言ったんですけどもうかなり釘を刺されていてその対応がこういう問題の解決ができないまでローンチしないと約束できるのかってそれに対してはいって答えさせられるみたいなところまで公聴、えー、会でもなっていたので、えー、かなり難易度が高いというか時間がかかるのは間違いないだろうなと思いましたでこれは一つですねでこれはまあいろいろ見方がありますけど、えー、アルトコイン自分はリブラが 結構すぐ、来年とか問題なく論調したら、アルトコインに大きな打撃がいくんじゃないのか、特にって話をしてたんですけど、リブラが論値しなかったり、時間がかかるっていうのは、これはアルトコインとかにとっては悪くない材料だと個人的には思っているので、彼らにもう少しいろいろイノベーションをしたりとか、競争する時間が生まれるって感じですね。あと、まあ、論チできるかどうかわからないって言いましたけど、ヒアリングとかもそうなんですけど、論チさせないとまで言う人は、 多分いいなななかかったんじゃないかな、まあ、それくらいのい印象は受けたんですけどどちらかというとただをなので、えーまあ、厳しく取り締まっていくぞ俺らが責任持ってんだぞ俺らがコントロールしてるんだぞっていうアピールをしてたんだけどそれを守るそのルールの下でやるんだったら別にやらせないわけじゃないみたいなくらいだったので、えー、なんかそこのニュアンスは同時に理解しておいた方がいいのかなと思います。 でビットコインはじゃあどういう影響を及ぼすかってことなんですけど、これ、まだ自分の中で答えがなくて、ですね、まあ、両方あるなと。まず1つとして、トランプとかもそうなんですけど、基本的にビットコイン、すごく否定的な見方をしているので、場合によっては今後、かなり厳しい規制だったりとか、まあ、アメリカで場合によってはまあトレードができなくなるとかね、まあ、可能性は低いと思うんですけど、そういう可能性もゼロではないと思うんですよ。まあわかんないでですけど自分はで 同時にですねそのいろんな発言だったり公聴会とかでも見てても思ったのはビットコインは犯罪に使われてダメだみたいなことを言うんですけど同時にですねなんかどこか認めてるところもあってビットコインは結局止められないからとかえっと、まあ、ビットコインはデジタルゴールドみたいなもの使われてないけどみたいなところでなんかビットコインはもう もう仕方ないよね止められないしそういうものだよねみたいなそういう雰囲気を全然的に自分すごく感じていろいろヒアリングだったりとか他の会見の動画とか見てたんですけどなんかその否定はしてるんですけど必ずしもあの潰すっていうようなことを言ってるわけではなかったりとかですねなんか一種の諦めみたいなのを感じるで一方、リブラとかっていうのはあの明らかに批判する対象とか追求する対象が見やすいので逆にそっちにガンガンいってる、まあ、そういうような感じを受けました。 で政治家によっては面白いんですけどビットコイン以外のものはシットコインという人もいるけどどうなんだみたいなことを聞いたりとかあとはまあビットコインは止められないものだっていうような発言をしている人がいたりとかアメリカでもこう意見は分かれていると思うんですけど何かこう好意的に捉えていたりとか、まあ、そういうものだくらいの見方をしている人も案外いるんじゃないのかなという印象を受けましたね。はい なのでビットコインへの影響はまあ今の時点ではこうだとは必ずしも全然言えないしわからないんですけど正直に言うとただやっぱ一個言えるのはリブラの校長会とかもそうなんですけどやっぱりその通貨にリーダーがいる管理主体がいるもしくはまあそう思われるような人たちがいるっていうのは非常にその人たちにとってもリスクであるし やっぱり潰されてしまう危険性だったりとか検閲される可能性っていうのが常にあるという、まあ、そういうリスクを改めて感じた人もいると思いますしそういうリスクを考えるべきなんだろうなっていうふうに思いましたね。はい、なので逆に言うと自分がそういうコインの,あのリーダーみたいなのになりたくないですし通貨の発行益だったりとかそういう権利っていうのはものすごいパワーだっていうのをもちろんそのアメリカの政治家とかも理解しているので。 リブラがそういうことをやろうとすることに対してふざけるんじゃないっていうような、まあ、そういう圧力をプレッシャーをかけていくっていうのも分かりますしあのなんかこう暗号、まあ、通貨っていうからなのもあるんですけど多少まあ,あの集権化してても早ければいいよねとか安ければいいよねみたいなことを言う人もいるんですけどそんなに甘いものじゃないかなっていうのをヒアリングを通してもやっぱりちょっと理解できたんじゃないのかなと。リー,ダーがいる暗号通貨なんて 怖くてあの、長期的には少なくとも持てないと思うんですよね。潰されちゃうので、何か問題があったら。はい。で、えー、もう一個、あとはですね、まあ、単純に Facebook のデイビッド、まあ、あとは政治家もそうなんですけど、あの財務長官の、アメリカの財務長官の人とか、ポジトークがやっぱすごいんですよね。そのインタビューされている動画で、財務長官の人が、現金があの違法なトランスアクションに使われたことはない。 とかそんな認識はないとかって言ったりまあ明らかに現金でね犯罪に使われたことももちろんありますしでビットコインは逆に犯罪に使われるからまずいとかって言うんですけどものすごいポジトークというか Facebook のデイビッドもずっとホワイトペーパーに書いてある通りですよの一点張りで通そうとするんですけどなんかねそういう時代が来たなっていう感じですね。もう一個 リブラがですね、最初出てきたときに、自分も思ったのは、まあ、ローンチ本当にできたら、やっぱりこれ強いなと思ったんですよ。ユーザー数も圧倒的だし、支援してる企業も強いので、なので、そういう点から見ても、えー、営業力っていうのはやっぱりかなり強くて、それゆえにやっぱりアメリカの政府だったりとか政治家が結構ビビってるんじゃないのかなと、印象をもう一個自分は受けましたね。じゃないと、あんなにそんな、こう、今まで例えばビットコインとかに関しても、そんなに発言をしたことはなかったのは、ちょっと、 舐めているというか、まあ大したものではないっていう認識があったと思うんですけど、リブラが出てきたことでさすがに無視できなくなって、えそれを脅威として本格的に見なし始めたっていうところはまあ大きなあの流れの転換点だったんだろうなと改めて思いましたね。でこれからですね、えー、まあそういう話増えるんだろうなっていうのは思いますよね。うん、アメリカもここまでいきなり活発になるとは思わなか思わなかったてかまああのいきなりやっぱり 活発になったのでこれからさらにいろいろ動いていくはずですし、えー、同時にやっぱりさっき言ったみたいにポジトークだったりとかそういうものがやっぱ多いので、まあ、その裏をちゃんと考えなくちゃいけないなと思いましたよね。うんでやっぱりこういうのはいきなり来ますね面白いんですけどあの来るときは一気に来るしそれまでは何もないかのように見えるんですけどあと今回こうやってアメリカがいろいろ動き始めたことでこれ面白いんですけどその他の国がどういうふうに動くかってところも えまあ駆け引きが始まってるんだろうなと思っていて早速、この件を受けてかどうかちょっとわからないですけど中国とインドがそれぞれビットコインは違法ではないっていうような判断の旨をえ公式の文書で出したりとかですねアメリカが仮にビットコインに厳しく言って禁止だったりとかそういうふうに動くのであればもしかしたら中国とかインドとかその他の国は緩和してくるかもしれないですしなんかそういう駆け引きが始まってるのがまあ少し面白いなと思います。 で日本はじゃあどうなのかって話なんですけど、まあ、日本は、うん、まあ蚊帳の外だと思うんですよで今回の話も基本的にリブラ、まあ、アメリカの話あとはリブラはスイスにあのアソシエーションがあるので、まあ、ヨーロッパスイスだったりとかですしまあ日本でも興味持ってる人もいると思いますし確かに影響はあると思うんですけど、まあ、日本以外の例えば台湾とかでも興味を持ってる人多いですしまあなんかね ビジネスのチャンスになる部分もあるかもしれないですけど、まあ、結構やっぱりねこういう話とかからも完全にもう,うんあの入ってないですよねその中に、うん、外だと思いますで中国とかヨーロッパとかは、えー、それに多分迎合しない、まあ、ヨーロッパは分からないですけど中国とかですかね特にリブラは確実にまあ受け入れたりはしないはずなので、まあ、Facebook 自体が禁止されてるのでなので中国は、えー、リブラとかに対して、えー 確実にこう別の動きもしかしたら中央銀行が発行するデジタル通貨みたいなのを発行し始めるかもしれないですしかなり活発にやっていくで日本もいろいろなんかね金、えー、日銀とかがなんかそういう特別委員会みたいなのを設けたみたいなニュースが確かあったと思うんですけどどうするんだろうなっていうのは、まあ、あの順分かんないんですけどんなんか大胆な行動ができるのかって言われるとちょっとすごく懐疑的に見てるところがありますね。 でこれから話さっきの話ではこういうねいわゆる大人の世界みたいな本当に既得権益バリバリの世界の話が、えー、続いていくと思っていて自分は別にそれにそこまですごい興味があるわけでもないですし全然詳しいわけでもないんですけど、まあ、ただやはり自分は継続してビットコインだったりとかそういう技術であったりとかそのボトムアップの動きがどこまでこう影響を及ぼせるかみたいなところに興味があるので、まあ、そこを。 あんまり自分個人としてはそこまで影響はないんですけどなんかそのどっちつかずの人が結構、まあ、国内外多いので、えー、そうですねなんかリブラみたいなものにつくとしても、まあ、まだ完全にアウト・オブ・ガンチェーにされちゃってる感じですしうーん,なんか中途半端な立ち位置のプロジェクトだったりとか、えー、人企業とかっていうのはうん,なんかどんどん不確定要素が。 増えていくというか政治とかに振り回されちゃうところが多くなりそうだなっていう印象は受けます。はい、というわけで、えー、まあ新章にね、まあ、ビットコイン、あのー、サムネで生き残れるのかって書いたんですけどまあこれから先がいよいよビットコインの分散性が挑戦されたりとか、まあ、何かまた攻撃されたりとか、まあ、事件が起きたりする可能性もあるんですけど、まあ、新しいなんかそういう国家,との国家間の競争国家との技術の競争みたいな。 まあそういうのに入ってきたのかなと思わ,思われます。うん。で、いろんな企業だったり、投資家とかもね、こういうのに影響され始めるんだろうなって感じですね。はい。あ、で、最後言わせたんですけど、その、こういういろんな動きが始まったよねってところで、アメリカが動き始めて、ビットメックスに操作が入ったっていうのがちょうど昨日、ニュースが出たりとかですね、まあ、かなりアメリカ、これからいろいろ剛腕的にやってくるようなね、匂うことを匂わせているので、 あのニュース一発次第でいろいろ相場が動いたりとか、えー、プロジェクトが潰されちゃったりとか、うん、問題が起きてくる可能性があるので、まあ、そこはちゃんと見ておいた方がいいなと思いました。というわけで、ざ、えーま、っくりとした話なんですけど、最近のアメリカの動きのまとめと、それが今後どういうふうに影響をいろろなものに与えるかって話をしました。では,では